今日はファミリーマートの肉まん、サンドイッチ、カップラーメンを食べます。いただきます。まず最初はこの黒豚まんから食べます。いや、めちゃくちゃ美味しそう。うん。すごいジューシー。めっちゃうまい。生地もふわふわ。うん。最高だわ。次はオーソドックスの肉まんをいただきます。中はこんな感じですね。今度はタケノコですかね。タケノコが入ってますかね。うん。こっち味付けがすごい濃いですね。めちゃくちゃ美味しい。このタケノコのね、コリコリ感が最高です。次はピザマンですね。ピザマンチーズが最高に美味しそう。うん。もうまるでピザを食べてるかのような肉まんですね。いや、中華まんですね。うん。チーズ最高。次はスパイシー香るキーマカレーマン。中はこんな感じですね。うん。生地ふわふわで、このスパイシーなカレールーがいいですね。うん、うまっ。次はマーラーチーズ肉まん。何これっていうぐらい真っ黒な生地ですね。中はこんな感じ。うん。もう山椒のね、辛さが効いた肉まんですね。うん、うまい。肉まんといえばちょっとあることを思い出したんですけど、だいぶ昔の話なんですが、2015年度の、元祖大食い王決定戦の、出場した時のはずの話なんですけど、ベトナムで、決勝戦が終わった後、みんなでとあるパン屋に寄ったんですね、ベトナムの。で、そこで、まあ、パンを爆買いしてたんですけど、肉まんが売ってたんですね、こういう。生地っていうか、こういう形のした、中心がこう、くるくるっとしたやつが売ってたんですけど、で、いざ、ホテルに戻って、その肉まんを食べたらびっくりしたのが、中身がね、もう、何も入ってない。ただの、真っ白な、中華まん。もう、あれにはちょっとびっくりというか、もう、笑っちゃいましたね。いや、まさかこんなフェイントがあるとはね、もう、夢にも思わなかったですが。っていうオチがあったエピソードでした。じゃあ次はこのカップラーメンのね、ちょっとお湯をちょっと入れていこうかなと思います。この
ちょっとね、名前に惹かれましたね、これ。麺とスープだけの、ラーメン。じゃあ次はサンドイッチ。5種具材のミックスサンド。うん。コンビニのサンドイッチめちゃくちゃ美味しいね。次もちょっと同じなんですけど、5種具材のミックスサンド。いや、違うサンドイッチ買ったつもりだったんですけど、この30円引きに多分やられましたね。具材はレタス、ツナ、ハム、卵、コロッケですね。次はミックスサンドですね。前回のセブンイレブン爆食いするだけの動画で、皆様から、ちょっと僕の、まあ、顔の、まあ、むくみだったり、ちょっとご心配された、ちょっとコメントが多々あったんですが、しばらくの間、動画をちょっと出してなかったんですけど、まあ、その、休むって言いますか、その、投稿しなかった期間の間に、体重を僕増やしてまして、で、その結果、ちょっと顔が、まあ、むくんだりとか、ちょっとそういう結果になってしまったんですけど、まあ、僕、顔の肉から結構つきやすくて、まあ、ちょっと全体的に、ね、まあ、でかくなったように、まあ、見えるかと思います。で、僕は、なんでこう、まあ、常に、こう、痩せてって言いますか、その、体重が低めにする理由っていうのが少しちょっと あるんですけど、体重増やすとマジで食えんくなるんですよ。前回って言いますか、最近で言いますと、フライヤーフライヤーさんでやった、油の穴チャレンジで、唐揚げカレー9キロ。あの時だと、もう体重かなり絞ってたって言いますかね。まあ、僕の中で、この体重っていうのがあるんですよ。この体重まで落とすと、9キロだったり、8.5 キロ以上食べれる体になれるんですよ。まあ、トレーニング次第にもよるんですが。で、そっから、体重がね、まあ、増えるにつれて、食べる量もちょっと制限されてきちゃうんですね。っていう理由があって、まあ、常にこう、まあ、細い体型で、まあ、居続けたいっていうのがありました。で、なんでこの際、体重を増やしたかと言いますと、今、この活動している中で、
もうそういうガチでやる戦いとか、チャレンジが一切ないんですね。っていうのを、なんかその、これに向かって、まあ、頑張ろうっていう、目標って言いますか、目的がないので、シビアに、やる必要は、今はいいかなと思って、体重を、まあ、ちょっと増やしている、ちょっと状況ですね。なので、最後の動画から、もう体重は、もう10キロ以上増えましたね。まあ僕はね、モデルとかそういうの目指してるわけじゃないので、まあ僕はあくまでもフードファイター、日本一食える男になりたいっていうのが、ね、僕の中の目標ではあるので、だから今それをやる時期ではないなっていう感じです。というわけで、この麺とスープだけのラーメン、そろそろいい時間帯になったかと思うので、ちょっと食べてみようと思います。これね、具がね、全くないんですけど、でも、すごい、割高なラーメンなので、ちょっと期待してます。いや、すごい本格的ですよ。この、だしパックってなんかこう、だしを取るやつ、もうついてるんでね。で、あとこの液体スープですね。わー、でも、すごい香りはめちゃくちゃうまそうな匂いしますね。さあ、このシンプルラーメン。いや、もう匂いはね、本当にうまそうな匂いします。すごい、カツオのね、出汁の効いた。もうめちゃくちゃうまいですね。この、ほんとシンプルな味なんですけど、いや、なんだろう。すごい癖になる味ですね。次のラーメンはこの家系マックス、味込め油多め、固めです。じゃあ続いてまた黒豚まんをいただきます。肉まん、次はピザまん。マーラーチーズ肉まん。最後はスパイス香るキーマカレーまん。
先ほどのベトナムの肉まんの話なんですが、中身の入ってないあの肉まんを一見で、その中身のない肉まんで、マックスさんから肉まん太郎と呼ばれてました。革ザイル改め肉まん太郎にチャンネル名を変更しようかなと、冗談です。というわけで、この、家系マックスの、家系ラーメン最高ですね。この味が濃いめとこの油のね多めがね最高にうまいですわ。家系ラーメンのいいところってご飯のおかずに合うのがいいですよね。家系ラーメンのトッピングの中でも海苔がね、僕めっちゃ好きです。うん。この濃厚スープに吸った海苔はね、めっちゃうまい。これご飯のおかずには最高です。ごちそうさまでした。いや、真夏に食べる肉まん、そして熱々カップラーメン、最高でした。いや、カップラーメンもね、もう今すごく進化してて、もうこのシンプルな、まあ、麺とスープだけのラーメン、これめっちゃうまいなと思いました。何せクオリティがすごいですね。このだしパックでまず、だしをこう取ってから、あのスープを、混ぜるっていうのが、もう斬新だなと思いましたね。いや、このあっさり系からのこのこってりな家系ラーメンも、またこの味変になってね、めっちゃ良かったです。まあね、この暑い時期だからこそ、暑いものを食べて、元気いっぱいに頑張っていきたいと思います。それでは皆様、次の動画まで、ごきげんよう。